皆さんこんばんは、ディズニーとのムーです。さて本日はこちらエプコットのクリエーションズショップで買える新しいグッズ、そしてレギュラーグッズをご紹介していきたいと思います。これから年末にいらっしゃる方、何を買おうかなという参考にぜひしてみてくださいね。それではレッツゴー。こちらが最近出たばかりのニューアイテム、ゆるい感じのミッキーが描かれています。こちら半袖 T シャツ$36.99です。色は3色あります。お揃いコーデにもぴったりですね。あ、嘘つきました、4色あります。そしてズボンもこちらは3色です。足元にミッキーの刺繍が入っています。$59.99です。シンプルなミッキーのリュック、横に水筒のボトルが入るポケットがついています。こちら$49.99です。中は至ってシンプルです。そしてこちらがトレーナー、お値段は$59.99。フード付きパーカー$69.99。こちらは黒とブルーの2色展開になっています。こちらのセーター$69.99です。ミニーマウスのセーターとミッキーマウスのセーター、そしてデイジーダックもあります。ドナルドダックです。こちらは日本のディズニーストアにも売っていましたね。オールドミッキーが描かれた可愛いシャツ、こちらお値段が$59.99。それぞれのミッキーのアイコンが可愛いです。こちらミッキーがピアノを弾いているトレーナー$49.99です。右側のジャケットは$89.99。ちょっと長めのミッキーのワンピースのようなシャツ、ちょっとオーバーサイズの感じですね、$36.99です。モコモコピンクのスピリットジャージ、こちら$99.99。モコモコピンクのブランケットもあります。こちらは$59.99。モコモコと合わせて履きたいクロックス、こちらはお値段の記載がありません。ラウンジフライも豊富です。こちらピンクのスパンコール$95です。そしてこちらのゴールドに輝くラウンジフライ、こちらが$110です。ミラベルが描かれたラウンジフライ$85です。ディズニーパークスのアイコンが集まっているラウンジフライはこちら$75。もう一つブルーのタイプもあります。こちらのブルーのタイプは$75です。そしてアリス・イン・ワンダーランドのラウンジフライとラタトゥイユのラウンジフライもあります。ミッ
キーミニーのミッキーマウスというアニメーションに出てくるラウンジフライ75ドルです。蒸気船ウィリーの財布55ドル。そしてお隣のお財布のポーチ29ドル99セントです。中にはいろんなものが入るようになっています。それぞれのラウンジフライと同じ柄の財布もあります。こちらミニーちゃんのリュック39ドル99セントです。ミニーのロゴがついています。四角いリュックですね。ミッキー&フレッツのアパレルも豊富です。ステッチが素敵なシャツ64ドル99セント。こちらの一つは54ドル99セントです。そしてちょっとロングの T シャツ、ボーイズたちが描かれているものが34ドル99セント。こちらの半袖シャツは59ドル99セントとなっています。ズボンやランニングなどもあります。パジャマに良さそうですね。こちら各キャラクターが描かれた長袖のトレーナー49ドル99セントです。それぞれのカチューシャ34ドル99セントです。ドーナツのものやアリエルのもの、ピアノのものも出てきています。エプコット40周年のものも再販がされております。クリスマスの耳やキャプテンマーベルのお耳もあります。のアトラクションコレクションのダンボのお耳、キラキラでゴージャスです。ミッキーのアトラクションコレクションのカルーセルのお耳、こちらもブルーで素敵な色になっています。ジャックとサリンのお耳、こちらはラウンジフライです。シンプルなグリーンのお耳、生地感が素敵ですよね。そして新しく出た50周年のお耳、39ドル99セントです。スタッツがいっぱいついています。こちらは34ドル99セントウォルトディズニーワールドのお耳です。そしてこちらがシンプルな白と黒の水玉のお耳、お子様に大人気プリンセスっぽいお耳。こちら出たばっかりの個体差のあるお耳です。お耳の部分がジーンズ生地になっていて、とってもおしゃれにつけられそうですね。こちらがノルウェー館で買えるお耳です。こちらエプコットのフロントにあるお店でも購入することができます。年パスを持っている人が買える特別なお耳、そして紫のスパンコールにピンクの水玉のお耳、
ピンクのスパンコールにゴールドのリボンのお耳。こちらイギリス館で買えるお耳もあります。こちらゴールドに輝くお耳です。銅色ですね。はい、こちらレモンの耳もあります。こちらも最近出たばっかりのちょっとリボンが左側についたファッショナブルなお耳です。そしてこちらフィグメントのお耳です。キラキラのオレンジリボンにフィグメントがついています。エプコット40周年の T シャツ、こちらは30ドルです。エプコット40周年の長 T は39ドル99セント他にもまだまだアパレルは続きます。エプコット40周年のフーディ64ドル99セント下が紐で結べるタイプになっていて、こんなところも可愛いですよね。バックスタイルにはフィグメントがいます。エプコット40周年のフーディ、背中のロゴもかっこよくなっています。こちら64ドル99セントです。こちらエプコット40周年のスピリットジャージ、79ドル99セントです。虹色がとってもかっこいいですよね。手の部分にもそれぞれのマークが描かれております。エプコット40周年のラウンジフライ、こちら85ドルです。虹色に輝くステッチがとっても素敵です。ファスナーの部分も個体差があるので買うとき要チェックですよ。こちらエプコットの40周年のマグ、44ドル99セントです。こちらはラウンジフライのお財布、50ドルです。前は大きなスペースシッパースが、後ろは小さなマークがたくさんついています。エプコット40周年のショットグラス、カビ、こちら9ドル99セントです。使い方はみんなそれぞれです。こちらがエプコットで買えるスマートフォンケース、34ドル99セントです。ウォルトディズニーワールドと書かれたもの、プーさんのもの、そしてスティッチのものもあります。 3D 仕様になってますね。ミッキー、そしてレミ、クリスマスの柄もありました。エプコット40周年限定のスマートフォンケースもあります。年パス限定のスマートフォンケースです。フィグメントがいっぱいついてますね。ミッキー&フレンズのフォンケース、iPhone プロケース40周年バージョンです。19ドル99セントです。 T シャツコーナーも紹介していきますね。 T シャツこちら29ドル99セントです。レディエイトハッピネス、1971年ウォルトディズニーワールド、ウーギーブーギー、そしてトゥモローランドのもの、ウォルトディズニーとミッキーが手をつないでるやつ、そしてこちらオリジナルと書かれたミッキーの T シャツ、
ミッキーミニーの T シャツ、そしてアラジンとジャスミンの T シャツ、ウォルトディズニーワールドのシンプルな T シャツ、こちらにサインをもらってもらうのも楽しそうですね。ミッキーマウスのものとミニーマウスのもの、お揃いで着られる T シャツ、ウォルトディズニーワールドのシンプルな T シャツやミッキーマウスのもの、そしてヘイヘイもあります。エプコットのレギュラーグッズをお届けしました。これから頻繁にレギュラーグッズやそれぞれのパークで買える アイテムなどを紹介していきたいと思いますので、ぜひチェックしておいてくださいね。いいなと思った人はチャンネル登録、そして高評価も忘れずによろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねー。